ラグビー日本代表候補の高校生たちが袋石で合宿をスタートさせました今日から合宿に入ったのはラグビー男子高校生の日本代表候補で午後歓迎セレモニーが行われました合宿地は2019年のワールドカップでも会場となった袋石のエコパスタジアムの補助競技場です挨拶に立った高橋智也監督はこの場所で 日本代表がアイルランドを倒した静岡ショックを上回る活躍をする選手を育成したいと話しました選手たちは早速トレーニングを始め調整に励んでいました男子高校生の合宿は8日まで行いこの他に女子の合宿も県内で開催されます